はい、こんばんは、東証経でございます。で、本日の明日のですね、大穴のサイバー一戦ということで、引き続きですね、8023対抗電子、こちらに行きたいと思います。はい、で、今日のですね、試合はかなり悪かったんですけれども、対抗電子頑張ってますよ。まだまだバンド継続中というところで、はい、まだまだなんか行きそうな雰囲気もしてますんで、ぜひ引き続き注目してみてください。で、結構アミヤとかいい感じに下がってきてますし、フォーカスシステムスラックもなんとなくいい感じに下がってきてます。以上です。